そうなんか、あの社長は社長で、なんかその俺一回地獄みたいなところに立ち会ったことあって、その時社長しこったま酔っ払っとって、もう相当酔っ払ったたちがさ、なんかもう社長もベロベロでこんなんないながら、なんかキャバ嬢かなんかとイチャイチャしとったじゃんね。もうイチャイチャ、もう相当イチャイチャしとって、で、あ、もう多分社長はもう今日多分こいつと一緒に帰るんだろうなって見とったと。なんかあの別の会社の社長たちとの会食で、でもう結構その終盤でもう相当酔っ払っとうし、社長たちも、まあ、そこそこ酔っ払っとうみたいな。でもう社長はこっちの うちのね DJ 社長は女とイチャイチャしとみたいな。でまあもうこのまま多分うちの DJ 社長はこの女と帰るんだろうなって思っとったっちゃん。え、思っとったらその女は突然パン立ち上がって、ぼちぼち時間だし帰るわって言って帰ったった。え？と思って、と思って、え？みたいな、え？帰ったんやけどと思って、え？そんな、え？あんなにすごい深めのキスしとったやんと思って、え？帰ったんやけどこいつと思って、で女帰って社長どんな顔しとうとかやなと思って見たっちゃう。したらなんかその 見たことない顔しとって、社長もなんかもう これまでで見たこと、突然こんなはしごの外され方しとうけん、もう社長も見たことない顔しとっちゃう。みたいな、どういうみたいな顔しとって、でえみたいな、でももう社長こんななっとわけやん、もうこんななっとわけやんか、もう社長さっきまであんななっとって、もうこんなんやんやけん、いやこれどうするっちゃうと思ってたじゃんね。したらその、 あの DJ 社長じゃない方の社長が、あのなんか友達の社長を呼んでいいかなって言い出して、ああ全然大丈夫ですよみたいな、その DJ 社長に紹介したい人がいるんだよねみたいなって言って、その もう一人の社長の方が来たよ、その DJ 社長じゃない方のね。でその社長さんが彼女さんを連れてきたよ。でなんかその時点でなんか DJ 社長がこの新しく来た社長さんの彼女さんのことを見とったのが分かったと。でまずいと思って怖すぎと思って どうしようと思っとったら、案の定その社長の彼女、その DJ 社長じゃない方のね、新しく来た社長の彼女に絡み出しちゃっちゃう。マジでまずいわと思って、でちょっといい加減にしろよっつって、その社長もまずいけんって言って話しとったら、その新しく来た方の社長も器すごい大きい人で、あごめんねみたいな、 DJ 社長くんみたいな、あのみたいな、この子は僕の彼女なんだみたいな、だからそのあんまりなんかそういうなんかそういうことはしないでほしいみたいな、でもうバリごとな器でかい件教えてくれたとね。でしたらもう社長も大ふてくされなわけよ、こんな大ふてくされして、でじゃあお前飲めよって言い出したっちゃ、もう絶対年上よ、絶対年上と、もう向こうの新しく来た方の社長さんはもう絶対年上として、じゃあお前飲もうぜみたいなこと言い出して、あどうしようと思って、ターゲット映ってるわと思って、いやターゲット映ってるわと思って、もこっちの社長さんも大人やけん、いやいいよじゃあ一緒に飲もうか DJ 社長くんみたいな、一緒に飲もうよって言っても飲んでくる、もうその時点でもうありがとうございますみたいな感じで、あもう神様すぎるわマジありがとうみたいな、すいません本当みたいな、もう その顔でずっともうマジ申し訳ないですみたいな感じでちゃう、すいません本当にすいませんこいつがみたいな、もうすいません先癖悪くてみたいな、ずっといいよと俺したら、じゃあおいじゃあシャンパン飲めよって言って、でそのなんかシャンパングラス2個出してバー次出して一気なとか言いながらバン乾杯しだして、でこっちの新しく来たの社長さんはパン飲んでくれたっちゃん。で、うちの DJ 社長の方ずっとグラス持っとうと、さすがにはよ飲めってなるやんお前飲めよってなるやん、さすがに飲めよこいつなるやんこいつお前が飲めよってなっちゃう、でも DJ 社長の方ずっとグラス持って飲んでないっちゃう、お前飲めよってなったと、じゃあそれもさすがにそうやん、もう100こいつが悪い。したら DJ 社長の方をシャンパンパー含んで、その今知り合ったばっかの新しい社長に口に含んだシャンパンかけたと、えやばくない、俺もうその瞬間に一回 DJ 社長の方ぶん殴ったっちゃん、バーンぶん殴って本当にすいませんでしたって言って、もう、ま、本当にすいませんでしたっつって、もう本当にすいませんでしたって言ってしたら、その新しい社長を呼んだこれまで一緒に会食しとった社長の方が、よしもう今日解散にしようか、もうめっちゃ怒っとっちゃう、もうそらそうやん、そらそうよ そらそうなんよ、社長友達呼んでせっかくだから DJ 社長に紹介してあげようって言って連れてきた社長に、うちの若い DJ 社長がとんでもないことしとると、そらこの人は怒るよ、今日もうとりあえずもう DJ 社長もう一発ぐらい殴って、もうで
俺もその社長のとこ行っても本当にすいませんでしたって言って、そうもうなんかもう本当にすいません、もう地獄みたいな、俺地獄みたいな。で一緒にね丸がおったじゃん、その時丸もおったと。で丸何しようとかやなと思って丸の方パッて見たっちゃん、したらあいつ YouTube でナルト見とったけどね、マジ俺こいつきっかけにしろよと思って、何でこっち地獄みたいな状況でなんでお前 YouTube でナルト見とってこいつと思って、マジでいい加減にしろと思って何やこいつと思って何やこいつ、何え俺にしか見えてないこの状況と思って、みんな死んだんと思って何やこれと思って、マジでそう地獄みたいな回でした、マジやばかった、マジでとんでもないやろ、現実逃避すんなやガチで、あ俺撤退しとこうじゃないちゃん、やめろプレデターの立ち回り、引いていくなすぐ、マジで縁切ろうと思ったわし、こいつえぐいわと思って、人を怒らせることはある、そう自分は怒ることは少ないけど、俺とか社長のことなんて全然怒らんのに、なんかどういう人間か知っとうけん全然なんか呆れることとかイラつくことはあっても怒ることは本当にないのに、うん、マジでこれで、しかもその俺昨日話してないけど何が一番うざかったかってね、社長その後ね六本木交差点でね打ちひしがれとったと、道路に、道路よ、やばくない？でも意味わからんや、なんかそのどういう地震があるのか知らんけど、もう六本木の交差点なんてしこたま車通るのよ、何車線かもあるしの道路でから動かんと、横にもうこうやってなんかもう非常口みたいなポーズで床に打ちしがれて、もう一歩も動かんちゃって、俺ら危ないけん、そうせめて歩道に、せめてこいつをね歩道にやろうって頑張る、ですっごいもう丸と二人で超頑張って歩道に持っていったら、なんか自力で車に帰ってきそう、車道に帰って、マジこいつめんどくさと思って、何これと思って、なんか意味やから、なんかあの散乱して海に帰るウミガメみたいに、なんか必死で水目指すみたいな意味やからムーブで必ず車道に戻ってきよっちゃう、でもマジめんどくさいと思って、したらさ通りすがりの通行人から、うわ DJ 社長だとか言われたから、ちゃんと悔しいと思って、普通に裏と思って同じなので、いやもうやばいけ、いやそうだから社長の前とかに立っても車に引かれんようにして、すいませんとか言いながら道路交通整理みたいにしてたんですよ、丸と二人で、で水とか買ってきたりして、ほら飲んでくださいとかで、もう仕方ないけん、たあの友達に連絡して車呼ぼうと思って、で車呼んで、もうあと5分ぐらいで来ますよってなったら、社長バーン立ち上がって、帰るわ言い出したんですよ。いややばこいつと思って、帰り道の途中やし今、なんなら別にそう帰り道でももうすぐ届くし、車も、うん、俺段取り頑張ったし、でそうバーン立ち上がって帰るわっつって、なんかいや車来るからちょっと待ってるくださいよって言ったら、うるせえみたいな言って水俺らにぶん投げてでタクシー捕まえて帰っていったと。やばくない？ガチでえぐくない？それでその5分後に何も知らん友達が、社長どこすかって言いながら迎えに来た俺ら持って帰った、それにガチ意味わからんくない？いやでもその日バリうんこ漏らしちゃったけどね。えあの時そう、えその日起きたら、次の日起きたらバリうんこ漏らしちゃった俺。じゃあいいや